1975年の世界ラリー選手権は FIA 世界ラリー選手権の第3回大会となる。全10戦でタイトルが争われた。この中にはモンテカルロとスウェーデンが1年ぶりに復帰したが、一方で北米大陸のイベントが取り外された。その他にアクロポリス・トラリー・ル・マロックも復帰した。ランチアは強力なストラトス HF でシーズンの支配を続けたが、 その敵は信頼性であった。ライバルのフィアットとアルピーヌルノーに対し、ランチアは4勝を挙げてタイトルを獲得した。2位争いは結局1ポイント差で決定。フィアットが61ポイントで2位となり、アルピーヌルノーは3位となった。オペルのアスコナは競争力を発揮し、58ポイントを得た。1973年から1978年まで、 WRC はマニファクチャラーズタイトルしか争われなかった。ポイントは各マニファクチャラー最上位の車両にしか与えられなかった。従って特定のメーカーが2位、4位、10位に入賞した場合、2位の車両だけにポイントが与えられた。しかしながら4位と10位のポイントは無効となるため他のメーカーに対して優位を持つこととなった。ありがとうございます。